今週は5月11日から19日までの話題を6つお届けします。まずはこちら。5月12日都立産業技術高等専門学校荒川キャンパスで行われたアラスポフェスタの模様をお伝えします。去年荒川総合スポーツセンターで開催されたアラスポフェスタ、今年はスポーツセンターが改修中のため都立産業技術高等専門学校荒川キャンパスの体育館を借りて行われました。参加したのは区内の小学校に通う子どもやその親などおよそ70人。誰でも気軽に楽しめるニュースポーツを体験しました。いわゆる野球とかバレーとかいうメジャースポーツと違って、柔らかいボールですとか危険のない、素材を使ってですね、お年寄りも普通の子どもたちもそれからある程度障害のある方も一緒にできるようなスポーツを広めていきたいということで、体験形式で今回6種類用意させていただきました。はい、参加者が体験したのは氷上で行うカーリングを床の上でできるようにアレンジしたスポーツ、カローリング。ビニール製の大きなボールを打つミニテニス、柔らかいディスクを投げるドッジビー、パラリンピックの正式種目ボッチャ、1チーム4人で行うビーチボール、そして大きなラグビーボールのようなボールを使うヘルスバレーボールです。指導に当たったのは荒川区スポーツ推進委員会の皆さん。ニュースポーツの楽しさを伝えました。なんかいろいろな人と遊べたりしてすごい楽しめました。ミニテニスとかいろんな体験ができてよかったです。ちゃんとスポーツができるような遊びばっかりで楽しかったです。やっぱり普段体験できないものを、まあ、こうやって体験できたことがいい経験になったと思います。今回参加者が体験したニュースポーツの一部は区内の小中学校で夜間定期的に行われているスポーツ広場でも体験することができます。続いてはこちら、3つの話題をまとめてお伝えします。5月11日町屋文化センターで小泉貞博写真展へいへいボンボンが開かれました。小泉貞博さんは東尾久在住の写真家で、毎年ゴールデンウィーク明けのこの時期に町屋文化センターで写真展を開催しています。今回の写真展は平成29年9月から翌年8月までの1年間に撮影したフィルムおよそ50本の中から172点の作品が展示されています。作品はすべて小泉さんの身近な場所を撮影したものです。1年間だからね、あっという間の1年ですよ。短いですよね。雪の日がありから、木の葉が茂り、そしてまた冬になれば 木の葉が落ちて、そしてまた芽が吹いて、また1年経つと元へ戻るとか、そんなことも1年やってるとね、そういう変化が、もう正直に出ますね。それからあとこう、猫なんかも時々映ってますけども、最初いた猫がだんだん数が減ってきて、今これ3匹写ってるけども、なんか1匹がなくなっていなくなって、それから最近になったらこのもう1匹が最近いなくなって、今1匹だけになっちゃった、ちょっと寂しい状態になってるんですね。まあ、そんなようなことでいろんなことあります。写真展は19日まで行われ、心温まる作品の数々に多くの方が見せられていました。5月11日と12日、区民運動場でライオンズカップジュニアフットサル大会が開かれました。
今年で19回目の開催となったこの大会、子どもたちの健全な育成を目的に荒川区サッカー協会と東京荒川西ライオンズクラブの共催で毎年行われています。この大会は荒川総合スポーツセンターを会場に開催されていましたが、現在改修中のため、今年は小久八幡中学校に隣接する区民運動場を会場に開催されました。大会は5、6年生の部に24チームが参加し、6つのブロックに分かれたリーグ戦と、リーグ戦の上位チームによる決勝トーナメントが行われました。大会初日の11日には予選リーグの12試合が行われました。選手たちは会場からの声援を受けながら白熱した試合を繰り広げました。なお大会の結果はご覧の通りです。5月12日障害学習センターでチャレンジ共和国の第1回プログラムが行われました。区内在住在学の小学4年生から中学生までを対象に毎年開催されているチャレンジ共和国、4回のプログラムの中でさまざまなことに挑戦しながら自主性や協調性を育み、学校や学年を超えた仲間づくりを目指します。このチャレンジ共和国はですね、荒がもう何十年も続けている事業でありまして、一番大切なことは学校だけの友達じゃない友達を作る、それも初めて会ってすぐに仲良しになれる仲間になれるということを目標に頑張っております。今年は小学生を対象にしたエンジョイコースと中学生を対象にしたマスターコース、合わせて108人が参加しました。エンジョイコース第1回のテーマはマッチで火起こし&ゲームにチャレンジ。まずはゲームを通して初めて会う仲間と交流を深めました。その後グラウンドに移動してマッチで火起こしに挑戦です。マッチ、新聞紙、割り箸の順に火が燃え移れば成功。初めての体験でうまく火を起こせない子も何度か挑戦しながらコツをつかんでいました。なんか火一気になんか燃えてなんかすごかったです。ちょっと暑かったけど慣れると楽しかった。最後は班ごとにより大きな火起こしに挑戦。子どもたちは仲間と協力しながら真剣に取り組んでいました。小泉貞博写真展へいへいぼんぼん、ライオンズカップジュニアフットサル大会チャレンジ共和国の話題をお伝えしました。続いてはこちら、2つの話題をまとめてお伝えします。5月16日南千住を舞台に千住街歩きツアーが行われました。これは俳句の街荒川を区内外に広く PR しようと開催されているものです。南千住周辺の史跡や松尾芭蕉ゆかりの地を荒川区観光ボランティアガイドが案内しました。今から、300年ほど前なんですけど、芭蕉が奥の細道へ旅立ったのが千住というところ、南千住も、千住ということで、ここ数年3回目か4回目になると思うんですけども、この南千住の街歩きをしています。芭蕉の
足跡を訪ねるというのが一つの目的になっています。南千住駅をスタートした一行が初めに向かったのは平成27年に建立された芭蕉像。千住大橋では芭蕉の気持ちになって橋を渡りました。続いて向かったのは須佐能神社。ここでは俳句作りに挑戦しました。俳聖も、俳聖というのは芭蕉さんのことらしいんですけど、田向けし墓か恵光院、普段こちらの方にあんまり来ないものだから、どちらかというとあの西の方に住んでるものですから、あんまりあの来たことのない町の歴史を知るということでもね、非常に良かったと思います。荒千住、芭蕉荒晴れ、目に青葉と、要するに青葉の季節になって、まあ、芭蕉さんのね、いでたちの方がこう案内していただいているのまでで、あの芭蕉さんがね、弟子に向かってこう詳しく説明していただいているという、そういう、ね、あの温かい気持ちを読ませていただきました。5月16日、第一日暮里小学校で一誉れ水稲農業体験学習が行われました。一誉れは荒川区の交流都市福井県が開発した新ブランド米です。この体験学習は福井県の新ブランド米一誉れを通してさらに交流を深めようと去年初めて実施され、今年で2回目の開催となりました。今年は5年生28人が一誉れのお米作りに挑戦します。はじめに福井県東京事務所の北島さんから福井県の農林水産業について学習しました。福井県はコシヒカリ発祥の地です。60年以上前に誕生したコシヒカリに続く美味しいお米を作ろうと開発されたのが一誉れです。とにかくまず美味しいってことですね。コシヒカリも美味しいですけど、それ以上に美味しいお米、そして農家の人にとっては育てやすいということが特徴です。稲の長さがコシヒカリより低いため、風や雨で倒れにくい一誉れ。稲作について学んだ児童は早速校庭に移動し田植え体験をしました。福井県から送られてきた一誉れの苗をバケツの中で育てていきます。草みたいでサラサラしてて気持ちよかった。倒さないでなんかちゃんとまっすぐ立ってるように見えました。気持ちを込めて美味しいのを作りたいです。今週は6つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。